こんにちは、ゆうあみです。能楽チャンネルのご視聴ありがとうございます。このチャンネルは約650年受け継がれる日本の伝統芸能能楽についてわかりやすく紹介していくよ。ぜひ最後まで見ていってね。さて、能楽のルーツをたどる動画3回目だよ。お互いにライバル関係だった2つの能、猿楽能と田楽能。では田楽とはどういうものだったのか、お互いにどのようにその芸を高め合っていったのか、また能楽のスター観阿弥世阿弥が一体猿楽をどのように現在の芸術的芸能に昇華させていったのかを一緒に見てみようね。田楽はもともと田植え前に豊作を祈る田遊びから発達した芸能だよ。田植えの時に田の神を祀るため笛太鼓を鳴らして田んぼのほとりで歌い舞った玉絵に始まるというよ。農民は当然豊作を願うよね。だからその年の豊作を祈って田植え前に刈り入れまでの稲作の過程を真似て行う無宿の芸能だったの。平安中期に成立して平安後期には小さな保護のもとに座を形成し、田楽を専門に踊る田楽法師という職業芸人が生まれたの。野生的な音楽の魅力が人気を呼び、田楽はたびたび京で大流行になったというよ。1996年永長の大田楽と呼ばれるほど京都の人々が田楽に熱狂し、貴族たちも巻き込み、それは夜を徹して踊ったほどだというよ。猿楽に先駆けて田楽は都でブレイクしていたんだね。鎌倉時代に入ると田楽に演劇的な要素が加わって田楽能と称されたよ。鎌倉幕府最後の執権となった北条高時は政務よりも田楽と刀剣を異常に好み、幕府滅亡に追いやった愚かな君主と言われているよ。そんな動乱期を経て室町時代に入る頃、寺社に代わって武家が田楽を保護するようになり、それとともに衣装や小道具舞台も高価なものになっていったんだよ。田楽には観阿弥世阿弥に大きな影響を与えた人がいたんだよ。一中は南北朝時代に活躍した当時を代表する田楽法師で、観阿弥は彼のことを我が風景主と呼んで傾倒していたというよ。世阿弥は彼の舞台を見たことはないけれど、佐々木同様直見打仏という大名や文化人から話を聞いていて、後の著書で絶賛しているよ。世阿弥の息子元忠が記した猿楽談義冒頭でも、一中は東堂の先祖4人の筆頭格として名を挙げているんだ。世阿弥の目指した名人像の一つであり、能の芸術的発展にも大きく寄与したんだね。後の猿楽のスターとなる観阿弥は鎌倉時代末期の1333年生まれ、大和の遠野峰近辺で活動したらしい山田猿楽の美濃大夫の養子の三男で、大和志座となる夕崎座でリーダーを務めていた観阿弥清次が観世流の創始者となるよ。当時の近畿地方はたくさんの猿楽座があってね、互いに競い合っていたの。現在も劇団ってたくさんあってやっぱり有名になってお客さんにたくさん来てほしいよね。観阿弥が率いる一座は奈良興福寺の庇護を受けていたんだけれど、京都へ進出し醍醐寺の7日間興行などで一気に名を轟かせたんだよ。では観阿弥はどのようにして他の座との差別化を図ったんだろう。それはこれまで直参番を
沖野など神事猿楽を中心としていた座を猿楽中心の座へと改めるなど、観阿弥が様々な革命を起こしたからとされているよ。具体的にはこんな感じ。芸能の種類や座を超えて良いと思ったものは取り入れたり試行錯誤していたことがなんだかわかるよね。この数々の改革により観阿弥は広い階層の人々から支持されたよ。天下にその名をとどろかせたのも良い芸を探求する情熱、彼の演技力、基本となったモノマネから有限の美の追求、能の音楽的な改革から創作と多岐にわたる才能の持ち主だったからなんだね。平和元年、京都の今熊野において観阿弥42歳、息子の世阿弥11か12歳で沖野を舞うよ。沖野は能楽では神聖な曲目とされ、座の長老が舞うしきたりになっていたのだけれど、観阿弥は多くの先輩を差し置いてこの名誉の役に選ばれたの。で、それを鑑賞していたのが当時の室町幕府の三代将軍足利義満。彼らの芸に感銘を受け、観阿弥、世阿弥親子の座を庇護し、特に世阿弥は寵愛を受けることになるよ。想像してみて。時の権力者に庇護されることで猿楽の地位は特別なものになるんだよ。とうとう猿楽もここまで来たか。なんてさぞかし喜んだことだろうね。そういう意味でこの永和元年は能楽の起源元年とも言われているんだよ。猿楽の中だけでも座の人気を上げようと各座は頑張っていたのだけれど、猿楽と田楽も激しくその戦いをしていたんだよ。お互いにそれなりの知名度と人気があったゆえだね。そして時々立ち合いの宇と言われるバトルがあったんだよ。芸比べだね。いついつ猿楽と田楽の立ち合いの宇があって、演目はこれでというような告知があって、審判役がいて大衆の前で芸を披露するんだよ。今でもこういうのってあるよね。ラップバトルとかオーディション番組みたいな。このバトルの様子は文献にも残っていて、相手の強そらす小技や名人芸なんかがあったみたいで、大衆の前で場の空気を自分に持っていく駆け引きなどがされたのが伝わって面白いよ。現代でも時々立ち合いのうと銘打った企画はあるみたいで、勝敗はつけないけれど複数の流派が一堂に見れたりするので、それもまた面白いね。3回目の能楽のルーツをたどる動画どうだったかな。観阿弥、世阿弥の能の体制とは一体どういうことを指しているのか、次回は世阿弥に迫るよ。あとこの夏、能楽チャンネルのグッズが登場するよ。楽しみにしていてね。では、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひ、お願いいたします。ゆうあみでした。またね。